今日このゴルフ5にやってきたかと言いますと、フットジョイさんがここに大きな店舗があるからです。フットジョイといえば靴ですね。私はね、今までね、あんまり靴にね、こだわりがなかったんですけど、さすがにね、ゴルフ歴10年、靴にもそろそろこだわりなさいということで、はい、やってきました。では、まあその靴に行く前に、まあ、せっかくゴルフ5さんに来たんで、ゴルフ5のお店もちょっと見てみたいと思います。もう、品ぞろえが豊富。キャロウェイなど、なのにね、距離を測ったりする、こういうメカなものがあったり。マチェスティ、キランキランです。以上、お店の紹介でした。はい、では早速なんですが、私の靴の悩みを解決してくれる2人を紹介したいと思います。フットジョイ公認フィッターの島田さんです。はい、島田です、よろしくお願いします。で、女子のツアー担当の頼藤さん。はい、頼藤です、よろしくお願いします。いつもどんなことをされていますか？はい、いつも、シューズの、フットジョイのシューズ担当のフィッティングをしています。頼藤さんは、はい、いつも女子のツアーに帯同していまして、ボール、グローブ、シューズも、はい、ご提供させていただいています。では早速、まあ、私の悩みを聞いてもらおうかなと思います。まず足がすごく疲れやすい。疲れやすい、はい、でさらに、なんとなく自分で思ってたんですけど、足のサイズが左右違う気がしてます。あ、違う方はフィッティングしてていらっしゃいますね。いますよ、はい。一番の悩みはやっぱ足が縦には長いけど横幅がそんなないんです。で、フィット感が出る靴が少ないのかなですかね。だからそれを悩みを解決してくれる、はい、疲れにくいっていうのがあれば、はい、ありますか？ご案内したいと思います。じゃあ、まあ、フットジョイも一応フットジョイの中で、幅感だったりとかサイズ感ってやっぱ実はまあ素材とかも含めたんですけど、少しやっぱ変わってくるんですよ。お、素材に合わせて幅が変わる。そうです。幅もちょっとまあ変わったりとか、靴型がまあ変わったりもするんですけど。長くて狭いのはどれなんですか？長くて狭いというか、一応この今 DNA ってこちらの今一番端にあるこちらなんですけど、はい、こちらのタイプが実はフットジョイの中でも広めのおサイズに実はなってるんですけど、幅広、幅広なんですよ。でも形だけ見たら細そうですよね。そうなんです。皆様絶対細いっておっしゃられるんですけど、これ細く見えません、見た目は。はい、これ幅広なんですか？幅広いんですよ。皆さん実際履いていただくと広いっていうので結構驚かれる方とか。見た目でじゃあ選んじゃダメですね。そうなんです。じゃあまず1個候補で、はい、第2候補はどれか何かありますか？第2候補はあとこちらのエンパワーって、今エンパワー、はい、ほう、これスパイクレスですよ。スパイクレスのシューズ。私のあんま靴あんま履かない。あ、本当ですか？なんですけど実は、はい、このちゃんと裏もしっかりと、なんですかね、ブツブツがあるというか、うんうんうん、スパイクの方もちょっとしっかりしてるので、グリップ力もあるんですか？はい、まあ、比べてしまうとあれなんですけど、スパイクレスでも結構ある方なのと、あともこちら履き心地がすごく良くて、まあ、軽いですね、はい、間違いなく。スパイクレスとスパイクありの違いって何なんですか？はい、まずスパイクレスのシューズなんですけど、歩きやすくて足が疲れにくいっていう利点があります。でこちらのスパイク、ソフトスパイクの方ですと、やっぱりグリップ力はやっぱすごくあるので、そうですね、しっかりとグリップを踏むことができるんですけど、うん、スパイクレスの方だとこう地面を、なんですか、こうしっかりと、結構ここの浮きがないですね。そうなんですよ、しっかりもう地面に本当についてますね。はい、確かについてる感じがあるんですけど、スパイクついてる方だとこのやっぱり、あー、すごい浮いてる。はい、だってこっちは1センチって感じだけど、こっちは 2センチって感じですもんね。そうですね、こんなに違う、指入れると、はい、ピコピコ、なんでこっちはもう、はい、ギリギリ。あー、じゃあこれだったら、はい、サイズが24のままでほうがいいですか？
まあ24なんですけど、はい、じゃあもうなんで24のまま1回履いていただいて、もしかしたら 23.5 でもいけるか、はい、この生地感がこっちの方柔らかいんですよ、はいはい、中の足あたりが結構そんなに感じストレスなくでないので、じゃあ 3.5 でぴったりと履けることもある。じゃあこっちを 3.5 でこっちを4で、はい、とりあえず履いてみます。そうですね、はい、はい、なんかすごいの出てきましたね。はい、こちらがあのフットジョイの専用の、はい、ゲージになります。え、これ普通にすぐ履くんじゃないんですね。そうなんです。一回こちらで、あの、はい、実際にお客様の縦の長さと横の幅を測らせていただいて、うんうん、その計測値をもとにいろいろシューズを試していただくような感じになります。両足をかかと後ろに合わせて乗せてください。はい、はい、でこちらの母子球をでここの横の金属に当てていただいて押します。はい、いつもゴルフのシューズは24センチぐらいってことですね。24センチです、ね、はい、でこのまま一回立っていただいてもよろしいですか。立っていただくと 4.5 ぐらいになりますね、はい、足が広がるので。でもやっぱり横幅の方はあのミディアムっていうサイズで出るのでやっぱり細いですね、横幅の方が。はい、じゃあこちらのさっきあの言った2つのシューズ、はい、はい、ちなみにこれはサイズ何なんですか。こちらが、さっき言ったちょっと幅が広めのシューズなので、23.5 で出しています。はい、初めて履く 23.5、はい、両足しっかり履いていただいて、ね、少し歩いていただいて、結構違いますよね。そうですね、両足履かないと、はい、あのかかとをトントンして、あ、そう、これもね、はい、よく逆やるの。そうなんです、あのランニングシューズとかはつま先トントンなんですけど、ゴルフシューズはあのかかとを固定して履くシューズになるので、かかとトントンしていただいた方がいいです。皆さんこれも大事ですこれも聞きたかったんですよね。フットジョイって、はい、この後ろにこのパチンがついてるじゃないですか、はい、これ全部後ろについてるんですか。そうです、あのフットジョイだけあの、うん、ボアが後ろについてるんですけど、へ、ね、よくね他社さんとかだとこことかこことかこことかにもそうなんですよ、あるんですけど、のその後ろについてるあの、はい、いいところっていうのが、はい、あの後ろについてる分ワイヤーが実は足首ここ全体通せるんですよ。なので、じゃあここにもワイヤー入ってるんですか。そうなんです、全体的にこうホールドしてくれるんですね。でさっき言った通りかかとでやっぱゴルフシューズ履いてもらうので、うんうん、その時にしっかりここまでしっかり固定されてると中での足のズレだったりとかっていうのが軽減されるので、ゴルフのシューズ機能的にはやっぱり後ろにある方がしっかりしていていいですね。すごい、はい、確かにでも、はい、履いたら幅広い。そうなんですよ、全然見た目と違うんだけどえ、これ幅広いわ、全然見た目超シャープって思ってたのに。そうなんですよ、あとここにちょっとラインが入ってるんでちょっとシュッとしたお作りに見えるんですけど、意外に履いていただくと、うん、しかも 3.5 で全然余裕ですかね。はい、はい、次は20、こちらが24です、はい、こちらがスパイクレスのタイプです。全然もう、でもう違うもん、もうここが全然違う、はい、違いますよね、うん、もう違う、はい、中の足あたりは本当にストレスがないので、あ、なるほどね、はい、ここが柔らかいからぴったり履いてもらってもなんかすごい当たって痛いっていう感じはすごい軽減される。はい、あ、いつもの感じ、いつもの感じですか。あの、あ、でも地面感は強い。そうですよね、地面により近いのはこちらの方が近い。前体重、こっちの方がいいかも、はい、ですか。横はでも触れてるぐらいなので、ね、すごいピッタリ、ね、縦のつま先が今親指ってほんとぴったり、本当に先に当たる、ここにあるって感じですもんね、うん、そうするとこちらのタイプは 4.5 で本当にちゃんとゲージ通りのサイズの方がこのタイプだったら合ってるかもしれない。そう、ちょっとね、ここの窮屈感があったんで、はい、4.5 を履いてみます。横はやっぱりゆとりは少し出るんですけど、つま、ね、先はやっぱりちょっと余る感じです。右はやっぱちっちゃいのかな。そうですね、左の方が、左はね、まあ、平気なの、はい、左の方がやっぱゲージ的にはまあ、少しの差なんですけど、右の方が少しだけちょっと差が小さかったかなっていうのが、なんかね、ここがね、すごい柔らかいそうです、ここが、はい、この、ここが、あのゴルフショットってあんまこうならないんだよね。そうですね、結構、はい、結構これぐらいな感じよ、なんかここはね、すごい柔らかい、はい、本当に柔らかいんですよ。23です。23です。あ、ちょっとこれ、ちょっと厚いかもしれない。あ、本当ですか。23なの足え、なんだけど、本当に
あ、立つとでもやっぱ指が先に当たってる、うん、当たってます、うん、そうすると横は全然いいんですけど、ね、横23ですね、はい、横のね感じこっちの方が好き、あ、ちょっと多分フィットしてる感じですよね、うん、触れてる感じ、あとありますか、足に合いそうなやつ、あとはまあイーコンフォートだと、これも生地感が中の足当たりが柔らかい感じになるのでイーコンフォート、イーコンフォート、はい、つま先はどうですか、つま先はあちょっと余ってる、はい、1cm くらいですよね、あと中のそのちょっとクッションがある感じが柔らかいので、うん、こちらもあのさっきのとスパイクレスのとまた違った感じの柔らかさだったり、 3.5 の方がやっぱり 3.5 のがやっぱ横のこのしっくり感がいい、あ、ぴったりかも、しかも縦も、はい、全然ちょっとある。少し余ってますもんね。ちょっと1センチはないですけど、はい、0.5 ミリぐらい。あ、あれ、私これかも。いや、これめっちゃ、いや、しっくりきますね、一番。はい、まあ、フットジョイの中でもやっぱりロングセラーで、ずーっとある、ずっと人気のシューズです。すみません。はい、靴、プロも結構履いてる方多くて。人気です。そうなんですか。そうなんです。しかもこの色が一番人気、はい、一番人気ですね。ひょりふじさんが入ってきた。入ってきました。ごめんなさい。いや、割り込んじゃいました。ナイスな入り方ですね。ありがとうございます。これもうひょりふじさんにこの絵の説明してもらう。はい、でじゃあプロが使用率も高い、高いですけど、3日間なり4日間のパフォーマンスがしやすくなるなって。ですよね。はい、しかもこのちっちに近い感じもスパイクなのに、スパイクってどうしても近い。そうですよね。遠くなっちゃう感じなんですけど、スパイクなのに地面感も感じれるし、すごいいい。なんかプロがいいっていうのがなんかわかる。でもデザインもすごいシンプルだよね。ウェアにも合わせやすいし。そうですね。決定しました。急に決定しました。でも私思ったんですけど、正直ゴルフ場行かないと分かんなくないですか。分かんないです。実際のそう芝の上じゃないとっていうのはそうですね。正直さらに、はい、分かるのは。ゴルフ場に行きましょう。この靴を履いて。この靴を履いて。はい、いやプロについて行かれてるんですよね。行ってます。じゃあ私にもついてきてもらいましょう。データもちろんです。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。でですね、実はですね、まあたくさんお願いしたんですけど、今日長くフィッティングをしてもらって、靴もそれもいっぱいしてもらって、靴も決まって、ラウンドも決まって、さらに、お願いがありまして、はい、視聴者の方に、なんかこう、靴とかもらったりとか、あ、なるほど、なるほど。ではじゃあアンケートを答えていただいた、はいはい、じゃあ女性の方に、お、靴をアンケートを答えてくれた女性の方に、はい、1名様にプレゼントします。すごい。でも女性ですよね。女性、女性、うち結構男性の視聴者も多いなって。じゃあ男性の方も1名様、はい、え、2名、2名、おー、すごい。男性の方も多く聞かれてるんで、そうね、まあ、あのサイズがあるじゃないですか、靴って、はい、そこはどうしますか。ちょっとこちらで調整いたします。っていうことはサイズも、はい、その応募してくれた方選んだ、まあ、一人一人に合わせて、はい、はい、合わせます。皆さん普通の景品と違いますよ。コンペの景品は24センチとか26センチで決まってますが、なんと今回応募してくれた方、サイズを明記の上ご応募ください。はい、概要欄にいろいろ出ますんで、そこを参考に。はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。本当にあの勉強になりました。あの本当分かんなかったことが多かったので、自分にぴったりくる靴で、その作られてるけど、その見た目と履いてみた感じの大きさが違ったりとか、はい、あのスパイクレスの良さとか、かなり勉強になりました。よかったです。ありがとうございます。では、次回、より富士さんとラウンドします。皆さん、お楽しみにしてください。
バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。